two, three, four, five, six.大きな魚と戦う男、人呼んで怪魚ハンター、小塚拓也28歳。アメリカ・テキサス、ナマズに腕を食わせて捕らえる猛者たちの大会がある。向こうが最終的に俺を食ってくるっていうね、能動的に関わり合う何かっていうのはね、しかもそれが釣り針だったり釣り糸だったり、そういう文明の力を介してじゃなくて、もう腕一本で渡り合うっていうのがね、すごいなんかフェアというか。ナマズに見せられた親子がいた。お、しょうがない。そんな親子に弟子入りした小塚拓也。ナマズの街で繰り広げられる熱くてちょっぴりクレイジーな戦い、全米から集まる腕自慢たち、24時間耐久、世界唯一の大会に迫る。小塚拓也の結果やいかに。そしてもう一匹、小塚が目指す怪魚がいた。まるでワニのような姿、古代魚アリゲーターガーダ。野生児小塚拓也、ここにあり。怪魚ハンターテキサスを行く、これが釣り、ホットでクレイジーなナマズとの戦い。体長1メートルを優に超える魚、俗に言う怪魚。18歳の夏、アルバイトで貯めた資金で初めて海外に渡って以来、訪れた国は33カ国、500種以上の魚をものにした。人呼んで怪魚ハンター、小塚拓也28歳。2008年、ブラジルアマゾンでは体長2メートルを超えるピラルク。この鋭い牙の持ち主は肉食淡水魚の頂点に君臨するムベンガだ。日本人で小塚拓也が初めて釣り上げた。冒険旅の傍ら、釣り用具のブランドを立ち上げ、執筆も手掛ける青年。その才能は多岐にわたる。俺的にはあんまりポイントを教えたくないんですよね。その人が来ちゃって俺が釣れなくなるからっていうか、釣り切られちゃうから。だけどまあそういうことをしていると、ナマズいるっていうのも知らずにね、こういうことがどんどん行われちゃうんで、だから団長の思いでさ。ここ軸子川は小塚が子供の頃から親しんできた川だ。1985年、高岡市に生まれ、物心つく前から釣り竿を握っていた小塚。釣りに明け暮れる少年時代を過ごしたという。かつては県内全域でごく普通に見られたというナマズ。しかし現在は富山県のレッドデータブックで絶滅の恐れがあるとされ、このところその個体数の減少が危惧されている。いない、本当に魚がね、全くいない。まあ多分ここら辺が俺が確認した最上限なんですけど、こっからまあ何がナマズをここになくしたかっていうところを原因を突き止めに下っていくって感じですね。富山県高岡市を流れる軸子川は昔から洪水に悩まされてきた川だ。
地域の希望もあり、去年から河川改修が始まった。洪水から地域を守る頼みの工事でも、ナマズと同化している小塚にはつらい。ここはなかなか登れないでしょう。どうすかね、俺これ分かんないけど、これ綺麗に見えるんですかね、普通の人は。俺からしたらすげえ悲しい景色ですけどね。こう上がってきて、多分こう子供海に上がっていくのをこれが全部遮断してるんだよね。その場所は下流へおよそ1キロ、歩いて30分ほどかけて下ったところにあった。で、本当は上まで行きたいっていうそのナマズの声なき声をね、代弁するために俺はここから釣らなきゃいけないんだよね。散々俺いつも魚を普通の人の100倍ぐらいいじめてるから、せいぜいせめて罪滅ぼしのために奴らの声を代弁する。堰から下流へ釣りに下るが、ナマズの気配はない。この川にもうナマズはいなくなってしまったのだろうか。おっしゃ、来た来たよ、ナマズ来ました。来た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 、いたいてくれたよ、ナマズさん、こっちおいで、来ました。どうぞ。釣れると俺は分かってたよじゃあ逃がしますね。あ、いた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 、よし、おかえり、バイバイ。だってこの川水いいもん、ナマズの色だし、ナマズの匂いがする川だもん。それが人間をせき止めちゃうんだよ。大きな堰から下流にはナマズは今もいてくれた。ナマズを誰よりも愛する小塚、そんな彼を夢中にさせる究極のナマズ釣りがアメリカにはあるという。海魚ハンター小塚拓也が向かったのはアメリカビッグカントリー、テキサス。超高層ビルが立ち並ぶ州東部の中心都市ダラスを起点に旅を始める。この辺りは夏は気温が40度近くになるが、湿度が低く比較的過ごしやすい土地だ。そのダラスから東におよそ50キロ、車で1時間ほど走ったところにある湖近くのロッジ。小塚はここで会いたい人がいるという。Hey, long time no see. Mr. Millsap. 久しぶりだな。Millsap さん。去年知り合ったんですよ、別番組でね。で、その時10月だったもんで撮れなくて、来年のいい季節にもう一回必ず来いって言われて、約束を果たせた感じです。去年、ナマズを捕獲する大会で優勝したジミー。小塚が師匠と仰ぐ一人だ。久しぶりの再会も早々に、早速ナマズ捕りの練習に向け出発。湖へ向かった。船を走らせ、ナマズが潜むポイントへ。タワコニ湖、工業用水用の人造湖、要はため池だ。それでもアリミネコの30倍、射水市全体よりも広い。さすがアメリカだ。挨拶代わりに野生の牛もお出迎え。ナマズと格闘して30年、ジミーの案内で練習に向かうと思いきや、なんかよくわかんないけどディナーを取るのだっていう多分釣りをすることになるんだと思う。多分これ仕掛けてから行くんじゃないかなと。砂肝ですね。あんまアメリカ人食わないからって。鳥の砂肝を餌に。
餌となる砂肝と2キロの重さのレンガを湖へ。アメリカ南部で人気のナマズ、ディナーの準備に余念がない。おい小塚、手はあんまり広げるな。グーでナマズの口に入れないと指が折られるぞ。ここまで食った腕を、この傷まで、牙のところがここら辺まで食ってる。そうだな、ナマズ取りで年間に60人ぐらい溺れるぞ。コツカ、気をつけろ。入っとっか。濁った水、初日の練習が始まった。しかし開始して間もなく、危なかった危なかった。噛みつきっすよこれ。これこいつぐらいだったらまだ指噛みちぎらないだろうけど、でかいやついたら危ないよねやっぱり。ん？どうしたんだ？小塚が一向に上がってこない。大丈夫か小塚？どうなってしまったんだ？お前は抑え込みが足りないんだ。手が痛くてね。そう、血入れた上に、なんていうんですかね、息が続かなかったよね。そんな小塚を尻目に、名人ジミーは簡単にナマズを捕らえてみせた。船を走らせていると、こんなハプニングも。ガソリンがなくなって漂白してます。貴重なナマズ取りの時間を割かれた小塚、老人を連れボート置き場まで。こんなこともトラブルと感じないのがテキサス流。無事にボート置き場まで返すと、アメアメフリフリタサンガヤンメディシディウシイナビキビキチャプチャプランダンダン。Very famous song。昔日本人に教えてもらったのさ。アメリカってこうガソリン入れるのにも、船に入れるときにガソリン税っていうのがあるんですよ。釣り税っていうのがあって、船に入れるガソリンはまた別の税金がかかるんで、でそういうので徴収してこういうのをちゃんと作るから、みんなこうあれだよね、自分の船持って自由にこう遊んでるんだよね。週末になるとすげえいいことだと思うよね。やっぱアウトドア先進国っていうのをすごい感じる。次に向かったのがジミーとっておきの秘密の練習ポイント。フィッシュ there but very small yeah small but I catch。 ガーああハハハハハ。 First first fish first fishCongratulations. Very nice. 掴み上げた。やった。いた。ブルーキャットフィッシュ。初ヌードリングです。
No dinner. No dinner. No dinner. Deeper hole. いたい。こいついたい。 午後4時、午前中仕掛けたナマズを取りに行くことに。引き上げてみると次々にナマズがお目見え。この日20匹以上を釣り上げる大漁だった。午後5時、ロッジに戻り早速夕食の準備に取り掛かった。これはすごいね。見たことないですね。ところ変わればもういいところですね。この日漁で取れた一番大きいナマズをさばいてみることに。普段から魚をおろすという小塚、さすが見事な腕前。超綺麗にいったと思う。ほら結構いけるもんだね。使ってみてどう。いや大きいの取る、さばくなったらすげえいいと思う。てかびっくりしてるね。こういうことがむしろカルチャーショックだよね。何でも